はい、酒好きな新潟人のいい指導が。今回は、前飲んだ、プレミアムモルツの、通常版のプレミアムモルツの2015年の初摘みホップヌーボーです。原材料が爆発ホップでアルコール度数 5.5%。限定出荷。天然水 100% 仕込み。本製品は2015年に収穫されたザーツ産ファインアロマホップを使用しています。となってます。前飲んだのは、香り。なんだっけ。なんかあったよね。プレミアムモルツの別バージョンのね。でしたけど、どう味が違うのかなということで。ね、乾杯。うん。こっちの方がキレがある。なんかキレがあるっつうか。あ、香るプレミアムのね、やつでしたけど。うん。うん。香るプレミアムモルツの初摘みホップヌーボーに比べて、ちょっと、キレがある感じかな。うん。でもあんまり、そんなに変わらない。キレがあるっていうよりなんか、ちょっとドライっつうか、なんやろ。マイルドじゃない。香るプレミアムの方は、ちょっとマイルドだったんですよ。こっちはどっちかっつうと、ちょっと粗い感じはある。で、普通のプレミアムモルツに比べて、多分、まあ、プレミアムモルツ自体こう、久しく飲んでないんで、ちょっとあれなんですけど。やっぱり、あれだな。なんか普通のプレミアムモルツよりか香りが弱い。とちょっと苦い。普通のプレミアムモルツよりか苦い感じがするね。やっぱ初摘みってことはやっぱり新鮮だから苦いのかな。苦いっていうか、でもやっぱ苦いよな。多分普通のプレミアムモルツこんなに苦くないはずなんだけど。結構苦めです。結構苦いな、やっぱ。普通のプレミアムモルツこんなに苦くないんだよ、多分。おそらく。でもやっぱプレミアムモルツ、普通のプレミアムモルツの方がバランスがいいと思うな。これどっちかっつうとなんか、プレミアムモルツっていうか、プレミアムっつうより、プレミアムビールっていうか、なんか、コクがあるっつうより、キレがあるから、どっちかっつうとなんかあれだよ。普通のビールに近い。っていうか、でも苦いからな。普通のプレミアムモルツに比べて苦いから。苦いのが好きな人はいいかも。苦い。うん、苦いですね。普通に結構苦いし、苦い。苦い。キレがあるんで、なんか、余計に苦さが際立ってる気はする。多分。うん、でもやっぱりこれ普通のプレミアムモルツの方が美味しいね。うん。かなり苦みが際立ちすぎて、プレミアムモルツの香りと、マイルドさっていうのが、ちょっと、なくなっちゃってる感じがあるね。コクとかもなんかあんまり、ない。苦い。これは結構苦いですね。うん。香りもそんなないはないもないけど、結構苦い。まあなんか、プレミアムモルツの苦いバージョンって感じかな。3143です。ご視聴ありがとうございました。